いきなりですが、緊急事態です。いつも私と一緒に進行を務めている内田篤子さんが本日の収録に参加できなくなってしまいました。一人ぼっちの私を助けるためにスーパー心強い助っ人が来てくれているんです。あずきちゃんです。あずきです。よろしくお願いします。やったー。本日のゲスト、カフちゃんとも関係の深いお方です。どうですか、ゲストコーナーで限界かは。いや、ちょっと本当にすごい不安、心配と、あの胸の高鳴りどうなっちゃうんだろうどうなってしまうんだろうと、今日平常心でいられるのか限界化しないか、大丈夫か、あずき床にならないか、床にならないかというところも含めて、はい、限界化しないように気をつけます。本日のゲストは私も尊敬してやまないこのお方です。自己紹介お願いします。はい、こんばんは、カフです。おー、よろしくお願いします。お願いします。そうだそうだ、この短さだった。カフちゃんといえばそうでしたよ。いらっしゃいませ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、上椿スタジオ所属のカフさんです。すごい緊張してるんですけど、カフちゃん、またカフちゃん、あーしーちゃんなんかまたお話できる機会をいただけて、すごい嬉しいです、うん、ありがとうございます。また一緒にね、ねほりはほり聞いていきたいと思いますので、あずきちゃんと、はい、いいんですか、本当に。大丈夫かな、ちょっと今日惹かれないかなってもう何でも聞いちゃっていいんですよね、カフさん。カフちゃん、いいですか。いいよいいらしい。優しいよ。さあ、そしてカフちゃんの大ファンとしても知られる限界観測者のあずきさんですが、早速ね、はい、限界化していますけれども、いや、だってもうカフちゃんのデビューから、うん、やっぱずっと追い続けているので。おお、なるほど。そうですよね、本当に。いや、だってあのカフちゃんが、うん、高校卒業して、うん、この間成人、はいはいはい、あのもう、ね、あの、うん、なって大人になって、うん、まだまだ私たちに新しい世界を見せてくれる、はい、ありがとうカフちゃん。わあ。すいません。すいません。ない。今いいのかな、一緒にこんな場所にいていいのかちょっと不安ですが。本当にあずきちゃんは最初期の。うん、頃からなんかコメント、ね、YouTube の動画にくれてたりとか。すいません、迷惑ではなかったですか。いやいやいや、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。なんかずっと見てきてくれたのが本当にありがとうございます。すいません、なんかすいません、なんか、うん、コメントしづらい、ただのちょっとオタクが出てしまいました。それではここからが本題です。このタイミングでカフちゃんが来てくれたということで、今回はこんなテーマでトークをしていきたいと思います。カフちゃん、ライブお疲れ様。イケボで、なんだこれ台本に書いてあったんですよね、イケボでって。はい、ということで、先月14日に開催され大きな話題となったカフちゃんのフォースワンマンライブ開花についてたっぷりお話を伺いたいと思います。あずきちゃん、聞きたいこといっぱいありますよね。いっぱいありますよ。あるよね。ありますよ。もうこんなないですからね、推しに直接聞ける機会。そうですよ、本当に貴重な機会をありがとうございます。はい、まずはですね、今回のライブをご覧になっていない方のために、どんなライブだったのかを私からご紹介させていただきます。2024年1月14日に代々木第一体育館を舞台に開催されたカフちゃんのフォースワンマンライブ開花。衝撃だったのが、カフちゃんのもう一人の姿として登場したバーチャルシンガーソングライター開花。これまでとは異なる姿で登場し、ご自身で作詞作曲をした楽曲を歌い上げる姿は、私を含めたカフちゃんファン、観測者のみんなの感情がもうぐちゃぐちゃぐちゃにかき回されました。いや、本当にすごかったんですよ。すごかった、見ました。私も、ああ見てくれてありがとうございます。はい、改めてライブを終えて今はどんなお気持ちですか。いや、本当に無事終わってよかったなっていうのと、うん、本当風邪とかインフルとかならなくてよかったいや大事、それね、それ一番不安だからね。いや本当に、うん、とか、あの今回のライブが、神崎さんが上椿スタジオっていう私が所属してる事務所を卒業されてから初めてのワンマンライブだったので、うんうん、なんかこれからどうなっていくんだろうっていう不安もファンの皆さんもあったと思うんですけど、なんか止まることなくこれからもずっと前に進み続けるぞっていう思いだったり、これからへの期待をみんなにちゃんと伝えられたなって思います。
伝えられましたよ。そうだよね、本当にすごかった。もうなんかカフちゃんのもうこれまでも詰まってるし、うん、これまでだけじゃない、うん、まだ新しい、うんうんうん、なんかこう期待をしてしまう、うんうんうん、もうたくさん本当に本当に新しい景色を見せていただいたなというふうに思っております、うん、なんか本当にいろんな見せ方をしようっていう気持ちがライブを作ってる人たちになんかあるんだなって、うん、ライブを見てて思って、私自身も自分のライブ作るときにどんな演奏しようってめっちゃ考えるんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかカフちゃんのライブはすごいんですよ。やっぱ考えることとやることが思いつかなかったなみたいなとか、うん、本当に期待以上のものを届けてくれる、うんうんうん、想像してなかったことを見せてくれる、本当に、うん、のが素晴らしいなと思いました、ね、本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。お聞きいただいたのはカフちゃんで未完作。2021年に発表された楽曲で作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さん。フォースワンマンライブ開花で披露されたライブ音源をお届けしました。いやー、いい曲だ。うん、いい曲、うん、その一番最初のしっとりから、うん、ガガン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 ってすごい盛り上がっていくところ、ね、盛り上がるところがすごいギャップがあっていいし、これを聴いてる時のカフちゃんが何より可愛かった。わかるカフちゃんが鼻歌そっちに聞こえてる言っていいのか、鼻歌だったりとかじゃ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 って歌ってるのが実は聞こえていてすごい可愛いってブース内は大盛り上がりしてました。可愛い聞こえてないと思ってた。お聞きいただいたのはカフちゃんで開口。去年3月にリリースした楽曲で作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さん。フォースワンマンライブ開花で披露されたライブ音源をお届けしました。いや、これはですね、うん、今ちょっとかかってますけど、はいはい、専門家みたい。後半にかけてのカフちゃんのこの感情の上がり方がめちゃくちゃ素晴らしくて、皆さんフルで聞いてくださいいつも言ってる。単純にその張り上げるカフちゃんの歌い方がめっちゃ好きで、いや、わかるね。等身大の女の子というか、なんか格好つけてない歌い方みたいなのがすごい心にきますよね、うん、いや、もう本当に泣かされます、うん、ありがとうございます。さあ、ここでなんとお時間が来てしまいました。今来たばっかりいつものやつはい、ですが皆さんご安心ください。カフちゃんの話まだまだ聞き足りないぞという限界観測者の皆さんの声、しっかりここまで届いております。ありがとうございますということで、カフちゃんには来週も引き続きゲストとして登場していただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やったーやった。まずは1週目が終わりましたが、カフちゃんいかがでしたか？あっという間でしたね。うん、濃密なカフちゃんの話が聞けてね。いや、でもまだ聞きたい、うん、まだ全然話すこといっぱいあるもんね、カフちゃん。いっぱいいっぱいあるよね、うん、いっぱいある、いっぱいあるということで、本日のゲストはカフちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あずきちゃん、どうでした今日？いや、なんか本当になんかどっちの気持ちでやったらいいのはいはい、これは助っ人 MC、うん、仕事の私、うん、いや、限界観測者の私でも聞いてるこちらとしてはもう完全に限界観測者ではありますけど、うっちーさん、うっちーさんの役割をいやいや、でもうっちーさんも結構喜んでますよ。本当ですか？うん、めちゃくちゃあのしっかりとね、あのゲストのこと掘り下げて、はい、素晴らしい MC でしたよありがとうございます。